片町スクランブルナイト、続いてはキリコ&片町の街中レポート。はい、ということでここからは中継でございます。スタジオを飛び出しまして、川崎屋さんと片町がキララ広場にいるということで、スタジオは片町商店街振興組合専務理事の堀田博文さん。はい、はい、こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速呼んでみましょうかね。はい、はい、ということでキリちゃん、片町、私は今片町と一緒に片町キララ広場にやってきました。うん、今日はね、朝からずっと寒かったですけれども、この時間もちょっと雨がぱらついていて、やっぱりね、一層寒くなってますね。ただこの寒さを吹き飛ばしてくれるようなものがこちらにはあります。どうぞご覧ください。こちらです。見て見て見て、こちら。今年も片町キララ広場にはクリスマスツリーがお目見えしています。うん、こちらのツリーは生木で、今年も本物の木、そして高さも9メートルもあるんですよ。うん、ね、今年もあの色とりどりのオーナメント、そしてね、 LED に彩られて、一足早くクリスマスムードに包まれています。うんうん、もうお二人もクリスマスツリーご覧になりましたか？もうやっぱり通るときにはカメラを向けてしまうよね。うん、そうですよね。うん、ね、私も今日ここに来て初めて、あ、もうすぐクリスマスなんだなと実感しました。皆さんもね、ぜひ片町キララに来て、クリスマスツリーご覧になってください。先っぽまでね、写真に収めるのが結構テクニックがいいからね。でかいからね。そうですよね。はい、生木ですからね、なんといっても。はい、そしてこのコーナーでは毎回テーマを設けて、はい、あのインタビューをしていますけれども、あの今日は先ほどもあのスタジオにあのおでんの菊一さんいらっしゃってくださいましたよね。うん、はい、ということで今日はこんなテーマでインタビューしたいと思います。題しておでんの具選手権、あなたの一番好きなおでんの具を教えてください。うん、イエーイ、選手権、ね、おでんの具たくさんありますけれども、ちょっとね、今皆さんありがとうございます。おー、すごいすごいすごい。誰が一番タイプですかって聞いてくださったんですけど、今日はこちらが質問したいと思います。一番好きなおでんの具は何ですか？大根です。大根、大根、昆布、昆布、昆布、ステーキ、ステーキ。オチを決めてくださいよ。やっぱり大根、これで2票ということで、はい、大根が人気ですね。うん、今度もね、大根、私も大根、流されやすいタイプですね。今日はどこからいらっしゃったんですか？東京から。東京。お一人群馬らしいです。群馬、寒くないですか？大丈夫？どうですか、金沢寒いですよね。何仲間なんですかね、皆さんは。何つながり？すごいいいところっておっしゃってくださってるんですけど、ありがとうございます。どういう仲間なんですか？同じ会社です。あ、同じ会社の同僚さんだそうです。じゃあ出張で。今日は旅行ですよね。旅行で。旅行なのね。ちなみに今日の晩ご飯は何食べましたか？こちらの方が全てお支払いされたそうで。男気だ、男気。はい、あの海鮮料理を召し上がったそうなんですけど、うんうん、この後は飲み直し片町で、うん、片町で召し上がったんですね。あ、この後もお店どっか行かれます？探してるとこで。ああ、じゃあぜひおでんはどうですか？こういうのコンプライアンス的に。ちょっとね、盛り上がってる。あ、かわいいお姉さんのお店に行くということで。なるほど。そうですね、いいですね。はい、楽しそうですね。はい、じゃあよかったら金沢おでんも食べていってください。ありがとうございます。片町でね、そう、片町で召し上がっていただきたいと思います。もう人がいっぱいです、今日は。もうすごいな、やっぱり、はい、寒くなってくるとね。可愛いお姉さんも来てくださって。女性の方。お姉さんはおでんの具って何がお好きですか？牛すじ。関西だな。いいですよ。関西なんですか？やっぱり関西の方って牛すじが。関西の方は牛すじがお好きなんですね。ね、そう、牛すじっていう答えを聞いて、ね、あ、きっと西の方だなって思いましたわ。ね、
ねえねえ、ちなみに今回は金沢へは、どんな旅行ですか、彼女は。今日旅行ですか。あ、いや、移住。なるほど。どれぐらい住んで。あ、彼が、こちらが地元でお二人で引っ越されたそうです。あ、そうなんですね。そうなんですね、うん、金沢おでんって好きですか。うん、ぜひ寒くなってきたので金沢おでん召し上がってください、ね、ありがとうございます。はい、ありがとう。いや、やっぱりいいですね、うん、寒くなってくると片町もね、よりなんか賑わってきますね、はい、そうなんですよ、うん、今日はなんかね、やっぱりツリーがあるからか、ここの辺りに人が自然と集まってくるんですね、うんうんうん、そうね、うん、はい、選手権はどうですか。選手権の方はどうですか。そうするとそうなんです、おでんの具選手権は、うん、で結果1位は大根になりました。他のリサーチはないんだ。ちなみに川崎屋さんはそうかな。片町は、あ、片町、おでんの具何が好き、うん、おでんの具何が好き。ジェスチャーで、ジェスチャーで。片町からも大根一票入りました大根なんだオッケー、ありがとうございました。はい、はい、もうなんかすっかりね、中継でした。はい、どうもありがとうございました。お二人もありがとう。はい、ということで、いやー、すごいやっぱりツリーあって、うん、にぎわってますね。人が集まってきますよね。はい、うん、ちなみにあの堀田さんは、うん、おでんの具車部くる、あ、いいですね、旬でるやつね、味が染みてて。はい、いや、うん、そっか、僕さっきも言ったんですけども、はい、ロールキャベツ、ロールキャベツいいですよね。はい、ということで、じゃあ、かたまっちーときりちゃんもね、はい、まあ、戻ってきてくれると思いますんで、うん、はい、ぜひ皆さんも、金沢おでんお召し上がりいただきたいと思います。選手権は大根優勝ということで、はい、この時間はかたまっち商店街振興組合専務理事の堀田博文さんとお送りしました。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。